関東など太平洋側の地域では外干しには心配な空となりそうです。こちら幕張のお天気カメラなんですが、雲の広がる空となっています。特に関東南部を中心ににわか雨の可能性があるので、お天気の変化に注意となりそうです。では天気の流れを確認していきましょう。濃いオレンジ色のところほどしっかり晴れるところです。今日はです、北日本そして日本海側、西東日本も日本海側を中心に日差しの届くところ多くなりそうです。一方太平洋側ではこのように青色の雨を予想しているところがあります。天気の変化には要注意となりそうです。長時間外干しはなかなか難しいかもしれないですね。それでは洗濯情報をマップでも見ていきましょう。北日本や北陸などそして西日本山陰などでは日差しが届いて穏やかな空となります。洗濯物の外干しも OK です。仙台などもですね、速乾アイコンとしております。一方関東など太平洋側の地域、にわか雨の可能性がありますので、お天気変化には要注意です。長時間の外干しは避けて、いつでも部屋干しに変えられるようにしてくださいね。お洗濯情報はウェザーニュースのアプリから確認することができます。チェックしてください。